正ただ死魚は中国の物理学者である。1920年に石膏省の初期中学を卒業して南京高等師範学校に入学し、1925年に物理学の学士号を取得した。1925年の夏、国立南東大学物理学科教授の畑倉美孫が北京の北京聖華学校に移ったため、蝶も一緒に移籍した。 1927年にカリフォルニア工科大学に留学し、1931年にロバートミリカンの指導の下で PhD を取得した。1931年、ドイツのハレ大学で研究に従事した。1932年に中国に戻り、聖火大学で物理学科の教授になった。1937年の日中戦争勃発により、家族全員で、 昆明に移り、雲南大学で研究を行った。1938年、聖華大学、北京大学、南海大学が昆明に疎開して合併し、西南連合大学となった。長は、同大学の教授を務めた。1945年、国立中央大学の五遊訓学長の養成により、同大学の物理学課長に就任した。1946年に、 米国に渡って原爆実験に参加し、マサチューセッツ工科大学電気工学部の静電加速器実験室、カーネギー知事機研究所、カリフォルニア工科大学核反応研究所に勤め、この間に核物理実験機材を購入した。1948年、中華民国中央研究院の第一回院士に選出された。1950年に帰国途中、彼は、 数ヶ月間米国政府に拘束された。多くの混乱を克服して1950年の後半に中国本土に戻り、中国科学院の物理学研究所と高エネルギー物理学研究所で働いた。1955年、中国科学院の院士に選出された。1958年、 中国科学技術大学現代物理学科が創設され学部長を務めた。1966年に文化大革命が始まると彼はサムスン鉛筆工場の株式を持っていたことから資本家に分類された。またアメリカに滞在した経験があることから特務権威と書かれた帽子をかぶらされて監視と審査のために養鶏場に閉じ込められた。 1973年に高エネルギー物理学研究所が設立されると彼は仕事を再開でき副理事を務め実験物理学科の仕事を担当した彼は1998年5月28日に北京で死亡した1930年のカリフォルニア高科大学大学院在籍中に体制性によって発生したガンマ線の産卵を研究したが 異常に高い散乱断面積に陽電子が関与していることを知らなかった。1932年、超と同級生だったカール・デイビッド・アンダーソンが陽電子を発見し、ポール・ディラックが提唱した半物質の存在が確認された。これにより、超の初期の実験結果がガンマ線が電子用電子対消滅によって放出されたためと説明できることが明らかになった。 1936年のノーベル物理学賞は、陽電子の発見に対して、アンダーソンに授与された。アンダーソンが陽電子を発見した時、蝶と同じ放射線、源の 208TL を使っていた。50年後、アンダーソンは蝶が彼の発見に影響を与え、蝶の研究がアンダーソンの研究の基礎を形成したことを認めた。蝶は、 ノーベル賞を受賞できないまま1998年に亡くなった。ありがとうございます。